タカチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、大井タカールです。今日は何をするのか、じゃじゃじゃーん、お寿司です。お寿司、大食いです。大食い対決というか、対決というか、一人で何貫食えんだっちゅう話で、大井タカールが今お寿司大好きですもんね。お寿司大好きです。すげえ生ものですので早く食いなさいって書いてあるね。これ何貫買ってたの。いやちょっと待って、僕は38貫しか食べれないって言ったのに、ちょっと待って、これ2段重ね。皆さん、ここにまず50以上あるんですよ。いや、こうです、見てください、はい、ハマチ、エンガワ、カニサラダ、中トロ、甘エビ、アナゴ、僕の好きなものだけを頼みました。てなわけで、もう食べようよ、早速行くぜ。何から行く？まずガリからね、僕の場合。はい、うまい。中トロ、中トロ行きましょう。行きましょう。中トロ大好きです。大好きです。どうすか、うまい。甘エビ行きます。甘エビ、これ甘エビいいよ。甘エビいい、いいよ、いい。うん、手順悪いけど、アナゴ手順とかあるんですか。ある。これ100貫いけちゃうかも。100貫いけちゃう。縁がいきます、縁がいきます。縁が美味しい。美味しいですか。今日の縁がは最高。ハマチいきます。カニサラダみたいな、カニマヨみたいな。カニマヨつけてもらう。結局これ一番うまいの。はい、いきます。中トロ、これ一気にいくわ。一気にいきます、うん、カロリーミット持ってくるわ一旦カロリーミット持ってくるうめえ。おじさんはハマチなんで。ハマチいっちゃいます、うん、なんか箸の持ち方ってさ、はい、やったらうるさい人いるよね。いますね、うん、あ、おじさんは変ですね、若干基本的な持ち方はこうでしょ。はい、こうでしょ。なんか鉛筆を持つように、うん、どうでもいいって。確かに。数えてる、数えてる、ちゃんと数えてますよ。今12です。13、うめえなあれちょっと待ってください、うん、最初の自己紹介動画で、うん、50はいけねえ、38だからとか言ってたじゃないですか。え、借りてみる。今13っすよ俺ね。分かったんだよ、はい、縁側とか、はい、このトロは、はい、来るわ。来る、あの油が、うん、おい、これじゃ30ぐらいいった。これで今16ですね、うん、はい。これね、縁側うまい。縁側、あ、本当ですか。うん、うん、ペースアップ、うん、縁側うめえよ。今18っす。縁側うまい、もう一回いくか。ここ縁側の怒涛の4連。おお、すごい、うん、なんでこれ脂っこいのばっか食べない確かに、はい、うん、うん、言い訳言っていい。はい、いいっすよ。箸置いちゃったけど、はい、歯抜いたんだよ。歯抜いた、はい、今歯がないんだよ。今歯がない、うん、となると以上今20っす。でもまだ余裕。まだ余裕ですね。はい、入れた。今22っす今。おい、うん、結構お寿司よって一貫一貫大きいよ。なんかこう重いずしっとくる、やっぱ米は、うん、ちなみに今11分経過しております。11分で何、11分で23個です。全然余裕っすよ、うん、
行けます行けます、全然行ける全然行ける。今25っす。あ、そうですね。今自分と戦ったの。で昔1年生の時に、はい、兄貴が3年だったの、はい、うちの兄貴結構足が速くて、はい、何百人っている中で、はい、まあ1位になれなかったけど3位とかそのぐらいの実力、はい、速いの学校の中で、はい、全校生徒で、はい、よく走ってると、はい、なんかなんでこんなことやんなきゃいけないんだろうって思ってきて、はい、そこでなんかモチベーションが上がんなくてやる気がなくなっちゃうの、はい、辛くなったとかじゃなくて、はい、で最初の年にもう歩きっぱなしで、まあ、ビリじゃないけどまあ後ろの方だったの順位が1年生の時に、はい、だから同級生の女の子たちが、はい、おいくんのお兄ちゃんかっこいいよねっつって、うん、ほんと憧れみたいな、はい、スポーツもできてみたいな、はい、おっと足早かったらモテんのかいと、はいはい、そっから1年間マジで特訓して、はい、一応学校で一番とは言わないけどまあベスト5に入るぐらい足が速くなった、はい、で運動会も、はい、リレーの選手で何人か抜いて1位になったりして、はい、うん、でいざマラソン大会行きましたよ、はい、一回マジで走ってみたの、はい、そしたら200何十人だか300何十人だか忘れたけど、はい、45位ぐらいだったの。実に中途半端じゃん。めちゃくちゃ真剣に練習して40何位だった。待てと俺こんなんじゃねえぞと思ってたんだけど、はい、まあいいや、でもいや練習してこんなもんで、ね、僕は走ることには向いてないのね、はいはい、長距離は向いてないんだと思って吹いたら女ある女の子が、はい、まあ10人ぐらいからそのお兄ちゃんかっこいいかっこいいって1年生の時言われて、はい、でその10人は別に僕好きじゃなかったから、はいはい、どうでもなかった、どうでもなかった、兄は兄俺は俺ぐらい、はい、すげえ可愛い子が、はい、応援してるからねみたいなこと3年の時に応援してるからねって言ってきた、はい、それプラス付き合ってるわけでも何でもないよ、はいはい、それプラス後輩が今度できて、はい、ね、おい先輩かっこいいなんて言ってる後輩が、はい、頑張ってください応援してますマラソン大会っつって、はい、とびっきり可愛いの、はい、とびっきり可愛いじゃんと思って、はい、めちゃくちゃ練習したの、はい、もう1年 2年の時の5倍ぐらい練習したの、はい、だって可愛い子は見てるんだから、確かに1年生と2年生と3年生のそれぞれの可愛い子が応援してるんだから、はい、走りますよそれ、確かにマジで頑張って20位、すげえすげえ、もう、ま、吐きそうになるぐらい頑張って20位だって。その3人とも1ヶ月以内に彼氏作ったね、はい、面白いの。それぞれ付き合った人がマラソン大会3位とか1位とか、はい、7位とかそれぞれベスト10のやつとそれぞれ付き合ってうん、俺その瞬間思ったね、女ってこんなもんかって、うん、麻雀を通じて、はい、最近アイドルさんとか芸能人が、はい、麻雀番組に出たいじゃない、はい、はい、アベマとかにめっちゃいいからさ、はい、ギャラもいいしぶっちゃけ、はい、うん、でアベマ視聴数すごいし、はい、そういう人たちが「おいさんかっこいい」とか「おいさんいつもファンなんです」とか、はい「おいさん大好きです」はい、言ってくる、はいはいはい、全部発展しないからもう最初から言ってくれないの大井さんの大井さん大好きですなんて二度と言うなよ。大井さんの解説が好きですとか大井さんの麻雀が大好きですとか大井さんが大井さん好きって言っときゃ麻雀の仕事紹介してくれるかなとか正直に言えよ。全部大井さん大好きですは一番俺をうつつに抜かす。なるほど、もう最初から目的を言ってくれ、目的言えばいいんだよ、はい、こっちだってさ、こっちはそう言ってくれりゃそれなりにさ、はい、対処するよ。確かに紹介しちゃうんだよ別に。確かに確かに、私、うん、大井さんの解説とか、うん、麻雀対局とかすごくかっこいいですけど、うん、そういう気はないけど仕事が欲しいから、うん、大井さんお願いしますって、ね、言えよ。来てほしい。100点だよ100点、うん、そこまで言ったらマジで、確かにそこまで言ったらマジで紹介する。藤田社長にまず会わせて、はい、麻雀番組のプロデューサーに会わせて、はい、僕のお墨付き推薦ですまで言うよ。はいはい、大ファンって言っておきます、仕事が欲しいのでって言えよ。確かに。ちなみに今28です。あと10、最低あと10、いけるなら50。食べたよ今。何行きましたよ、うん、ね、のり巻き今日誰が企画したのこれまあ早食いじゃないんで時間はいいですよ。はい、おい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 、これ30ですよ、記念すべき30個。
寿司って30食うんだっけ、みんなに問いたい、みんな寿司屋って30食う31です。あと7、あと7って言われたらいける。お、僕は38は食べれますって言ったじゃん、はい、絶対そこは行く。味変が必要というか、はいはい、飽きちゃってるんで。なるほど。あのね、カラムーチョか、はい、ミスタードーナツのオールドファッションかをここにあれば、はい、それを食べた後にこれいける。あの、そんなこともあろうかと熊本メーカーを用意してあります。何何何、熊本のお菓子です。熊本の味変します。陣太鼓、陣太鼓いただきます。こうか、はい、あんころ餅だわ。あんころ餅っす。うまいわ。ちょっと待って、これゆっくり。味変。味変。38言いました。今、うん、あれ今何ですか。今ちゃんと食べました。な、何を言う。のり巻き。のり巻き。うん。33ですか。散々でございます。散々でございます。まあ、エビ。34。食べていく。あと4つ。あと4つ。普通こういう時ね、はい、大の大人が38食えるぜっつって、はい、こう出てきたら、はい、普通50頑張りますよ。確かに。きっちりと38で終わらせます。いや、ドヤ顔しながら言うことじゃないっすよ。量は食べれるんですよ。だから、はい、アンコール餅だろうが、はい、ミスタードーナツとか余裕で食えるんですよ今、はい、いや、これ話し合おうよ。みんな見てる？みんな見てる？寿司を110貫ぐらい用意して、はい、6種類ってある？せめて10種類かける10じゃない？あ、でも50のつもりで買ったんだもんな。そうだよな。そうっす。今34です。ガリうめえな。よし、お、やっぱ縁側ちゃんだな。うん、36。よし、アナゴ、あと2つっす。あと1つ。あと1個、ラスト、きた。38個いった。あと2個で40。はいよ。はい。はい。39、40。はい。はい。うん。よっしょ。いきました。うん。40個です。行きましたね。じゃあこれは有言実行ということでいいですか。もちろんでございます。はい、うん、はい、ということで本日はお寿司何貫食べれるんですかということで、はい、これがですね残りなんですけど、結構もうでも半分ぐらい食べれましたね。40貫今日のところは40貫で終了です。いつかね、何か対決とか何かもう少しモチベーション、はい、があれば多分50近くはいけるかもしれないですけど、なんかね、またですね、これ食べてくれとか、なんかこれやってくれみたいな企画があったらいろいろ言ってください。はい、というわけで今日はこの辺にします。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また見てねー。